テニスの全仏オープン第8日31日にパリローランギャロス男子シングルス4回戦、世界5位の錦織圭が日本男子82年ぶりの全仏8強入りを果たした。同74位のガバシビリに6-316-416-2の1時間56分でストレート勝ち。勝利の瞬間、両手でガッツポーズをし、初のベスト8を祝った。ただ世界5位でシードを守った形で、もう慣れてきてあまり驚かなくなってきたと頼もしい。準々決勝では同15位のツォンガと対戦する。降雨のため第1試合が2時間25分の中断。第2試合だった錦織の試合も何度も雨が降る中続行された。しかし第1セットからいきなり 3-0 とリードするなど終始相手を圧倒。前日に気合を入れ直したと会場内で髪を短くして挑んだだけに、今までのいいテニスが続いていると胸を張った。準々決勝の相手ツォンガとは過去4勝1敗。地元の人気者だけに観客全員を敵に回すことになるが、不得意な相手ではない。ただサーブと強烈なフォアがあるので気をつけたいと話した。ここまで来たら優勝してほしいですよね。ネット上の声、完全アウェイになるだろうけどなんとかかってほしいね。ツォンガも自国戦で気合い入れてくるだろうから油断は禁物。ここぞってところで力出してくるタイプだしね。とはいえここまでの試合を見る限り調子はだいぶ良さそうだし、4強に期待だな。ツォンガが上がってきたか、個人的には錦織対ツォンガが見たかったので楽しみ。完全アウェイになると思うけど頑張れ。得意ツォンガとか書かないでほしい。ここまで勝ち上がってきたらもうランクも相性も関係ない。一つの結果で両方大きく変わるんだから。試合を戦った両者が笑顔でお互いを讃え合う姿は見ていて清々しい。ガバシビリ選手は試合前にかなり強気な発言をしていたが、終了後の挨拶の時の様子を見ているとなんとなくいい人そうな印象だった。ツォンガは数年前まで世界ランク5位にいたような選手で、全仏でも2年前にフェデラーを倒してベスト4に進出してる。最近やや制裁を欠いていたけれど、調子がいいならベルディヒに勝ったのも不思議ではないですね。この相手と錦織がどう戦うのか楽しみです。ここまで来たら、そしてこの状況ならランキングの差なんてないに等しい。試合の流れやメンタルが効いてくるだろうね。それを跳ね返してくれると信じています。クレーコートでは初対戦、しかも地元グランドスラムでの実績も相手が上。ジャンコーチとの対策と集中力で一周してほしいが、相当厳しい一戦になるだろうね。あっさり敗退しても不思議ではない。勝利を期待したい、という声が上がっていました。